こんにちは平井弘明です今回はですね練習方法について解説させていただきます初心者の方から上級者の方まで参考にしていただける動画となってますので最後までご視聴していただけたらと思います平井弘明のワンダップゴルフちょっとゴルフ始めたばっかりなのでちょっとどういう練習したらいいかわかんないよとかですね調子がいいのに なかなか継続できないんだよすぐ調子悪くなってしまうんだよとかですねそもそもなんかドリルとかそういうのがあるのとかですねそういったことについて今日ちょっと解説していきたいと思いますポイントとしては4つあります1つ目コースで打つ球を練習する2つ目決めたヤードを打つ3つ目いろいろな球を打つ4つ目マイショット確認 この4つが大事なポイントになってきますので、解説していきたいと思います。まず1つ目のコースで打つ球を練習するということですけども、えっ、ー、とどういうことかというと、練習場で満足して帰るということとですね、 コースで打つ球をしっかり練習場で練習するのとでは大きく違いますコースでは芯が外れてミスショット出ることもありますそういう場合にいかに0点を出さずに最低点をまあ50点40点とかで止めとくかっていうのがすごくコースのショットでは大事になってきますそのために 練習場ではドリル的なこととかですね同じ球を5球連続で打ってみるとかですね3球でもいいですとにかく同じ球を打ってみることがまず大事になります意外と練習場でできてコースでできなかったとかって結構聞きますあのお客さんとかでもいるんですけどもそれはまだ未完成な状態だと思ってください やっぱり完成されたショットというのは数少ないですもうよっぽど自信があるショットとかですねよっぽど数打ってもうこれはコースでいつ打っても大丈夫だよというショットが出来上がるまではなるべくコースで試さない方がいいですドライバーショット、アイアンショット、アプローチ、パターに限っては絶対コースで打たなきゃいけないのでそれはしょうがないんですが例えば自分の 何か欲をショットにこう伝える例えば高い球、低い球ノーマルのショットじゃない球というのはなかなかコースでいきなり打つのは難しいですでもコースで必要とされる場面が必ずあるんですね全て平らなところ、きれいなところで打つわけではありません傾斜があったり、ラフだったり、バンカーだったりとかいろいろな 場面がコースではありますのでそこにいかに対応して打つショットを日頃から練習をしとくというのが大事になります。練習方法を説明しますと例えば傾斜なんかですとななかなか練習ごで,で,、ね、でボールを持ってくる練習場とかですとできるんですが片足の下に地面がこ,この平らだとしたら 片足にこう籠を置いて、その上にこう左足置けば左足上がりの状況のスイングが練習はできます。逆に右足の下に籠を置いたら左足下がり、要はもうこういう斜面の練習まんまその状況ではないですけど、そういうような似たような練習、体の使い方っていうのは分かりやすくなってくると思うので、そういうこうちょっと工夫ですよね。工夫した練習っていうのが。 大事になってくると思いますあとはもうボールをえーと一個一個かかとにこう踏んでこうつま先下がりとかですねつま先の下にボールを置いてつま先上がりとかっていう風な感じでもあのいろんな練習方法を工夫次第であでできますのでまあ平らから打つだけがやっぱ練習じゃないっていうこととこう芯食ってまっすぐ行ったよ芯外れて曲がったよっていうだけですとやっぱりあんまりいい練習ではないですよね。 コースに行ってどういう球が必要だったかというのを練習所に持ち帰ってきてああの時こういうショットが打てたらなっていうのがあればそれを練習していただくというのが一番のコースで打つ球を練習するということになります。つつ目決めたヤードを打つということですがこれも、えー、とすごくコースでは重要なことになります。コースでは 例えば、えー、とこれ5番アイアンですけども5番アイアンでぴったりの距離が残ることってまあ各番手ですよねコースでぴったりの距離がセカンドショット残ることってもうほとんどないんですよほとんど中途半端な距離が残ってフルショットじゃでかいハーフショットじゃなかなか届かないとかですねこう加減をしなきゃいけないショットなんかがコースでは圧倒的に多い。 数締めてくると思うんですなので例えば、えー、ピッチングで100ヤード打つんでしたら90ヤードも110ヤードもピッチングで打てないといけないですそれが各番手例えば、えー、5番で、えー、200ヤードだとしたら210から190の間5番やんで打てないとダメ自分のフルショットの距離プラス 前後10ヤードぐらいをやっぱり打てた方がいいですで練習でドライバーで100ヤードとかって打ったことありますないですよねないんですよなかなかやっぱりそういうところってドライバーって他の打席の人も見てるんで こうバチンって打っていい音させてドヤ顔が練習みたいになっちゃってる方も結構いらっしゃると思うんで練習場シングルさんって聞いたことありますそうなんですよ練習上うまくてコースで100打っちゃう方結構あいますあそういう方はですねちょっと練習の仕方を変えていただいてドライバーで1ヤードから 自分のフルショットまでの距離を打ってみてください。1ヤード2ヤード3ヤード例えば200ヤードドライバーで飛ぶ方でしたら200球かかりますよね。そういうまあ、大げさですけども、そういう練習ってすごく大事なんですよ。それが10ヤード刻みでもいいです。トライしてみて自分の力感っていうのが分かってくるはずなんです。前の動画でですね。安定感という。 タイトルでです、お題でですね動画出してますけどもそれにもすごく直結することなんです自分がどの強さどの感覚で打ったらこの距離が飛ばせるんだろうという答えに繋がるんですねなので何でもかんでもフルショットが練習ではないんです必ずヤーデージを打つ打ち分けるということがすごくコースでは必要となりますのでそういった練習なんかはすごく 大切になってきます。三つ目ですね。いろいろな球を打つ。これはあのー、比較的二番に近いんですけども、十球を五個用意していただいて、五十球ですね。五十球用意していただいて、まず最初の十球を左に絶対曲げてみる。次の十球右に全部曲げてみる。次の十球は全部低い球を打ってみる。次の十球全部高い球を打ってみる。 で最後の10球で自分のノーマルショット普段のショットを10球打ってみるこういった打ち分けというのもすすごくコースでは必要になってきます例えばティーショットで曲げてしまいましたっていう時に林の中から前が空いてるのに「おい出せよお前横に出せよ」なんつって言われて狙いたいのに「いや仕方なく横に出しちゃったよ」とかですね いいやいやちょっと会社ではいろいろ言われてますけどちょっと見てろよとそこでバチンと球を曲げてですねグリーン近く持ってってくださいお口アングリですよそういった球がですねコースではすごく必要にな,りますなのでいろんな球を曲げてみるとかですね飛ばさなくしてみる無理やり飛ばそうとしてみる自分で故意に打ってあげるいろんな球を打ってあげるということがコースではすごく必要です。 なので、無理なショットも練習してみるということが大切になってきます。これが3つ目ですね。で、最後に4つ目マイショット確認です。今、練習場でどんな確認してます。ボールの位置スタンス <laughs> なるほど、そうなのでそういうことなんですよ。確認することって結構多いと思うんですよ。グリップこう握る向き握り方とかですね。 こうハンドファーストにする方でしたらハンドファーストのこの向きとかスタンス方向、自分が向いている方向ですね。向いている方向とか何番を今持って何ヤード打とうとしているかということも確認の一つなんです。ただ持った番手の先ほども言いましたけども、ただ持った番手のフルショットだけじゃないんです。何ヤード何番で今自分が打とうとしているかっていうのも。 マイショット確認の一つに入ります。なのでまあ、最低こう確認しておきたいことっていうのはまあ、グリップスタンス持ってる番手なんかは絶対に確認しなきゃいけないです。100球打つって相当疲れるんですよ。でもあの練習場なんかであの前打たしてもらってた時、なんかは3400球平気で打っちゃう人いるんですよ。 あれなんか僕たまげますあのね結構マイショットシビアに確認して打ってたら100球150球でめちゃくちゃ疲れちゃうんですよでもパカ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 パ打っちゃう人っていうのはあっという間に3,400球いっちゃうんですよなのでそういう練習も時には大事ですよ数打って まああの体を慣れさせスイングを慣れさせるっていうことも大事なんですけどもある程度やっぱりこう質が高まってきたりとかですね初心者の方でもボール1球1球を意識したいよという方がいましたら必ずマイショット確認してください。あのそのスタンスの向きとか持ってる番手ボールの位置とかですねそういうことってあのゴルフがうまくなってもやることなんです。 なので初心者のうちからやっといたら癖になるんですよその癖ってめちゃくちゃ大事ですよプロゴルファーで適当にボールを置いて適当なスタンスで打ってる人多分いないです、うん、もう毎日球打ってしゴルフを仕事としている方でも後ろから誰かに見てもらったりこうアライメントスティックを置いて自分で印をつけて向いてる方向をチェックしたりそれだけ大切なことなんですボールの位置、スタンス、グリップ 持ってる番手なんかは、毎ショット確認していただいた方がいいと思います。一応この四つですね。この四点がすごく大事な練習方法となってますので、ぜひ参考にしてみてください。 It's time for breaks at home. If I get along you must say it's too much.